の涙。夜明けにゃ乾くか。夢と暮らしのごったにでたどり着く場所も見えず、から風に殴られて背中丸めた。やりきれず口笛吹けばいつかの夕焼け空がチラチラとやけに滲んだ。どこからどこまでが青春なのか今がわからず、さすらいものよ。おいで。若君と姫様が桂浜にお月見に行くの。お前も一緒においで。とんでもございません。龍馬は豪子、若君様のおそばに寄れるような身分ではございません。私がいるから大丈夫ですよ。龍馬は私の家来にしたの。おいで。あいつ結構モテるな。龍馬がカヤ殿と一緒に行列に。なぜだ。若君様はとっても頭が良くて剣術も強くて、きっと日本一の殿様になる人よ。お前も後でちゃんと見ておきなさい。この方がここ土佐の国の若君、山之内陽道という人だ。伊蔵君、長次郎君。頭下げちゃいけない。伏せている者に声をかけてはなりません。胸を張って武士らしく歩きなさい。おい、あの声は龍馬の声だったよな。でも龍馬くんが殿様の行列の中にいるわけないじゃないですか。いや、カヨさんが誘ったんだ。おい、
あれ竹地だろ。うん。今日はすっげえ釣れたな。ああ、この青い一番でっかいやつ龍馬にくれてやろうぜ。わっ龍馬か、喜ぶぞ。おかごの行列だ。気をつけろよ、行列に飛び出したら大変だぜ。あれ龍馬だ。ほら龍馬だよ。龍馬、すげえ魚が釣れたよ。金吾、戻れ戻れ、立っちゃダメだ。無礼者。俺の弟だ、どうか許して、勘弁して、勘弁してくれよ。申し訳ございません。この小せがれが立ち上がり、魚をぶちまけるという狼藉をいたしました。無礼打ちにいたします。切り捨てい。嘘でしょ。打ち負けたのがお前で、走り回ったのがそのチビだな。こいつはまだチビで、それでこいつは止めようとして。小僧はこのわしに白羽を向けるとは。小僧、どこのせがれだ。存じております。本庁筋最谷屋の分家、坂本八平が次男龍馬にございます。何、最谷屋。町人の小せがれがなぜ刀を持つ。一応豪士ではございます。豪士の小せがれか。でありながらこのわしに白羽を向けるとは、お前の知り合いとて許されるものではない。アホでございますゆえ、己のしでかしたことが分かっておりませぬ。どうかお許しを。ご無礼、お許しください。私、白倉郷士竹地半平太、そのもの私の身内のものでございます。加代殿のおっしゃる通り、塾の教師からも見放された愚かなものにございます。自分のしでかしたことが分かっておりません。どうかどうか命ばかりはお許しを。お願いです、若様、どうか命だけは。それほどのうつけならば殺した方が土佐の国のためであろう。いいえ、このようなものを切っては若君様のお刀を汚すだけにございます。そうです、お刀が汚れます。どうかどうか命だけはお願いです、若
うつけ一人に大層な命乞いよのう。分かった。かよとその身内の者の涙に免じて命だけは助けよう。ありがとうございます。ありがとうございます。うつけ者がそれと分からぬ姿でふらふら外に出て歩くから間違いを起こす。うつけなら裸足で袴もなしで歩け。そうすれば一目で分かる。山田は、このうつけの親によく言い聞かせ、あとはお前の裁量で裁け。は、行け。かよ来い。老子風情が贅沢な暮らしようじゃの。いいか、殺されなかっただけでも感謝しろ。こいつはご城にも自分の非を認めておらんからな。泣いて詫び、深く反省するまで土蔵に放り込む。飯は与えるな。それとこのわしが見張り役を仰せつかった。しばらく滞在いたすが無礼があっては承知せんぞ。いいな。はしごを外してしまえばどこにも行けぬわ。松井、誰かがこっそり飯を与えぬようよく見張れ。ここで見張っていれば誰も入っていけぬわ。しかし月見の宴を棒に振って残念でしたな。こりゃ相当なもてなしを受けて当然ですな。なあ八重殿。はあ、一体何日かかるかな。父上。やはり龍馬はアホだった。こともあろうに若殿様に切りかかるとは。なんざ龍馬のバカが。
っとお腹が空いているでしょうね。かわいそうに。あの二人眠るに決まってる。そしたらこっそり私がご飯を運ぶから。でも見つかったら恐ろしい仕打ちをされますよ。あの山田様というお方は鬼山田と呼ばれているの知っているでしょ。すみません。しかし朝まではきついな。誰か交代呼ばんといかんな。そうですな。見られているのを承知で無視するのか。お腹空いたでしょ。母さん、僕間違ってるの？間違ってはいませんよ。おなぎ、今の言葉聞こえましたぞ。あんたはこいつが若君様に切りつけたこと間違っていないと教えられるのか。息子と同罪だな。母さんは悪くない。悪いのはお前だよ。明日は妖刀様、城主の方々すみませんでしたと町中謝ってもらうぞ。龍馬、いいのよ。謝りたくなかったら。許せないこともありますよね。そうならば自分の気持ちをねじ曲げることはありません。何？お内儀正気か。待て。はい。こいつを引き下ろせ。若君と我々上司に立てつく重罪だ。待って、母さんをどうする気？母さん、体が弱いんだ。母さん、母さん、頑張るのよ、龍馬。わしらは若君から直々に裁きを仰せつかったんだ。そのわしらに逆らうは若君に逆らったも同然。この罪捨ておけん。お内儀には番所までご同行願う。お待ちください。家内は胸の病を患っております。罰は私がお受けいたします。どうかどうか。息子の老跡は親が不届きな教育をせしめたがためと今わかった。母親を取り調べた後、いずれ貴様にも来てもらう。それまで謹慎しておれ。から。まずい。わしが戻るまでよく見張っていろ。あの小僧に飯を与える者も同罪だぞ。母上。中に入れ。とっとと中に入れ。入れ。
ってるんだ、リョーマ。わからん。龍馬は生まれて初めて意地を張った。三日三晩何も食べず、そして眠らなかった。絶対に許せなかったんだ、友達を殺したあの男を。龍馬をずっと支えてくれていたのは大好きな母さんの言葉だった。龍馬は間違っていませんよ。自分の気持ちを曲げることはありませんよ。街の路地裏で青空見上げた、ため息の隙間で唇噛みしめた、情けなさだけが千鳥足で、なおさら半端な俺が身にしみて、裏の風よ、どこまで吹かれたら俺は俺に惚れるのか、男たちよ、素っ裸の風よ、馬鹿がつくほど正直に一生生きれば乾杯さ。子供ながら武士の意地を貫き、正義を信じ通そうとする龍馬。頑張れ龍馬、大きくなれ龍馬。そしてようやく罪を許された龍馬を待ち受けていたものは、ついに来た試練の時。次回、母の教え、お見逃しなく。